どうも。ボビーア・アトレザーのボビーです。うん、始まったかなこれね <laughs>、えー。なんと今日は100回です。記、ねえー、念すべく、えー、100回連続配信です、ねえー。12月10日ですか。ねえー、それでは、えー、オープニングムービーをどうぞ。 ボビーアトレザーのボビーです、えー、大阪のですね、えー、ボビーアトレザーのアトリエからライブでお届けしております9月2020年の9月2日にですね、えー、ライブ配信を開始して、えー、今日で100日、ねえー、過ごすことになりました <laughs> 100日目を迎えることになりました ねえ、あのー、いろいろお付き合いいただきありがとうございます。ね、それから、あ、やっぱ、こう。あのー、もう百回を通してですね。えー、今も、あの、真っ白で、喋、えー、ってるんですけどね。えー、まあ、重いっていうか。ね、えー、まず、あ、初めてはきっかけもそうですし。あのー、なんていうんだろうな。 まあまあこういう100日ねいろいろなことがこうあっても何だかんだでも続けてきたこととかですねまあいろいろ振り返ってみたいなと思います。えっとですねうんまあ最初はですねえこの配信も最初は個人ページね Facebook ライブの,この今ボビー・アドレザーの Facebook ページですよね。 えー、個人ページのですね、えー、歌をですね何、えー、かこうお届けようかなんかしたいなと思ったわけですよ周りがいろいろおの方がねライブ配信を始めたんで、えーまあ、当時巣ごもり状況ですか、うん、でまあで出るに出れんしんで、まあ、僕ももうお、まあ、今も <laughs> ずっと巣ごもりのようなあね、えー、まあようなもんですわ。まあ すぐそこら辺でねえとこう作品を嫁入りに出すっていうかそういうふうな時とかあまあたまに仕入れとかにねレザーを仕入れに行ったりとか資材をね仕入れに行ったりとかあ,あとまあカメラ持ってですね近くのバン場バ公園行ったりとかうんまあ京都の方とかねもうすぐ行けるとことかねそういうふうなとこに行くぐらいして。 ね、今年は新幹線にも乗ってないし、えーね、東京の友達とかにも全然会ってないし九州の友達にもおリアルでは、ね、会ってないしただまあ,あこういう感じで、えー、みんながねいろいろやり始めたんでもう実家にもねもちろん帰ってないし、まあ、今はも実家の方もおなんかいろいろあるみたいでね実家というかあの小庄島の方もね、えーまあ、ちょっと帰るに、ね、僕大阪に住んでるからねいろいろ <laughs>。 気使うやん <laughs> まあまあまあそんなこともいろいろあった中でまあああなんていうのなまあずっと <laughs> アトリエでですね、えー、こもってね、えー、作品をこう向き合いながら作ってるわけでしょ。まあまあその、まあ、発信いたらまあブログで、えー、いつもねまあ今もそうですけど毎日は配信毎日ブログ発信はもう今はあねで,できない。 状況なんですけどまあまあ優先的にするのは作品作りで、えー、その間にいろいろメールとかいろいろねしてそのお隙間隙間で、まあ、ブログ書くんですけどブログもねなかなかこうなんていうの写真をあのデータを小さくして、えーね、やっぱり写真が、ね、重要な時もあるから写真をこうおか加工じゃなしにねリサイズっていうか。 なあのー、まああのー、2メガバイトぐらいまでしかアップできないんでまあ、あのー、どうしても今のデジカメとかカメラいうががまあまあ大きいんで、あのー、サイズがねそれをこう縮小したりとかあいろいろこうね一つの作品もまあまあ,なあ同じショットやけどいろいろ撮るんで,でそれをこう吟味したりとかあとスライドショーを、ね、作,作品によっては作って残したりとかいうんでね。 えー、毎日はちょっとなかなか厳しい時あったんですけど、まあ、この配せめて配信はね、えー、なんか毎日、まあ、こちらからごあ拶さっていうか、ねあのー、元気な姿っていうのをお届けできるばなと思,思ってね、うん、あの続けています。まあ周りの例えば講演家の方とか講師の方とか多いんですけど毎日されてる方っていうのはね うんまあ、僕の場合はあのレザーク <laughs> レザークラフターで、まあ、人前に立ってなんか教室をするとかそういうなんでもないんですけどもね、うん、まあ本当はね本当はねじゃないんですけど、あのー、人前でねこういろいろことすることは本,本,本来うん、まあ、好きな方だと思います、うん、その喋るんはあのー、上手じゃないけどね。うん、で、あのー、なんていうのなあのボビーア・トレザーの作品っていろいろこうおおパッとこう。 こういう感じのねこれはレーサーあのイーストウエストのレーサーをですね、えー、自分なりに、えー、ハンドステッチで作った作品の写真なんですけどね、えーあのーまあ、こういう感じでねいろんな、まあ、作品を作り続けていってるわけでしょ。でそんな中で,ですね、えー、と割とこれはパンチが効くようなが多いんでどんな人が作ってるんやろうなって ね、やっぱりこうそういうミステリアスな部分を見捨て方があブランディング的にはいいのかなとかいろいろ考えたりはしたんですけどやっぱりね、あのー、どういう人がどういう思いで、えー、一つのね大田作品を作る てるのかなとかどんな人,て人なんやろうということがですねえやっぱこう写真まあ文面でこう伝えるもおあれんですけどおまあ見てもらえたらもうこんなって特にライブ配信やったらねあのごまかしもきかへんしうんもうそのままそのままじゃないですかだからまあ,あそういうことですねえやっぱりこう一番あのパッとわかりやす伝わりやすいかなというのもありますしね。でまあこう100回100日。 えー、配信をねしながらですけどまあ内容はね、えーまあ、さておいてほんま内容のコンテンツいうのが本当は一番大事,大事なのは大事なんやろないのはほんまに、えー、分かってますよ。<laughs> うん、だけどね本当思うんですけどあのやっぱり一貫してますねいろいろこやっぱ思いっていうかあ作る姿勢とかあのなんていうのなベーシックなものっていうか自分の中のボビー・アトレザーとしての。 まあ自分がよくてもボビーアズレザー的にどうなんやろとかね、うん、あのねあれじゃないですか俺はいいんだけど矢沢がねとかいう感じのノリですよ。<laughs> やっぱりねあのそこはね、えー、こだわるとこかな、うん、あとやっぱりあのなんていうのろう、うん、あ今、まあ、頭真っ白ですけどね <laughs> あのこのね。 配信をいつも続けてきてね、この自分の顔もこう見ながらこうあのカメラの向こうにね、み見える自分の顔とかを見,見ながら喋るんですけど、えー、やっぱりこう最初はね、あのここら辺が筋肉痛にな <laughs> ったかもしれなうんうん。やっぱりね、これを配信して分かったことなんですけど、本当にこうあの無表情で。 表情なしで、えー、もものに作ってまあそれは真剣になってるからかもしれませんけど、うん、あの表情がねだんだん乏しくなってくるようなあそういう,う感じがしたんでね、うん、やっぱりこの配信をしてて思った気がついたことっていうかね、うん、それと段あの,普段あの言葉を発する時間っていうのが非常に少ないんですよね。 うん、まあまあお客さんと打ち合わせしたりとかなんか打ち合わせする時はあこうねこんな感じでわわわしゃべるんですけどあのー、なんていうのなで普段もそのデスクの上っていうかあの作業場のっていうかねとこで、えー、無表情で無表情かなどうか分からんけど何か作っておけでしょ、うん、知らん間にね無表情になってのかな思ってね。 うん、それがぞっとして、うん、それ以来、えー、表情をねあの意識しながらあ制作に向かってますね、うん、だから表情がですねなんかこう笑顔が増えるとですねなんかこう気持ちも、ね、連動してるんでしょうねこう意思とあれは。<laughs> うん、あの なんか全然苦行みたいな感じでもなく、楽しさが倍増しますね。もともと楽しく楽しくやってるんですけど、倍増しますし。し、えー、発する言葉もですね。<laughs> と前の目になあ気持ちになりますし、やっぱりそういう風なことはやっぱもう作品にも映ると思うんでね。うん、これ乗り移るっていうかねえ。うん、えー。そこにあのこの？ カメラの向こうに川の神様をねレーザーの神様を作ってる、えー、いつもこう珍才してるんですけどね隣にダースベイダーがいるのは微妙なまあマイブームなもう趣味か仕事かもうごちゃ混ぜな感じですけどねうんだけどまああのー、まあそういうマインドマインドをすごいやっぱり大事に、えー、しているような気がしますねうんあとまああのー、あマチさんありがとうございます今日も 見てくれてこんにちはラリーで行、えー、ったらチェックポイントオン通過点、えーえーえー、通過おめでとうございますあ,ありがとうございますねほんまにあのー、やっぱ褒め立つね、えー、褒め立つなつながりのお中でねやっぱ僕もお褒め立つさんね西村隆代さんね彼とおの出会いはとあのー、大きいですねあのー、もうあのなんていうの 意思,を意思が強いじゃないですか。ねでずっと毎日続けてあるでしょ。まあ、まあああもも人気もあるしね <laughs> でまあ僕もまあなんていうのゼロからでうんでまああの、まあのまいろいろ宣伝とかこうすればあいいんやろうけども何でもそうだけどあのなんていうのなわーっと集まってこう,うよりもこうじわじわとねあの一歩ずつうーが。 積み重ねていく方が僕の肌感覚こうかか積み上げていく方ががが土台があしっかりすすするるよような気がするんですよねあれないですかこう上になかなか伸びないとこうぐッとね。 伸び,伸びようとするわけですから焦るしもう,もう日々焦りますよいろんなことをしたらねもう,もうあの僕もあのおか弱い人ですからねこう上に伸びようと伸びようとするんですけどやっぱりこうなんていうのね根元がしっかりしないとですねすぐ倒れ,倒れてしまうじゃないですか。でなしにこうなるべくこう下に下に、えー、こう根を張ってですねもうちょっとこうピヨっとこうねえー ギュッとこう目が出てもですね大地にしっかりこう根づいたらあ多少の風が吹いても嵐が来ても踏ん張っていられるかなという感じでですねそういうイメージはねもうずっとあるんですよ。うん、あの音楽をつ、ね、活動を始めた時からもそうでしたけどねそのまま寝根腐れしてるようなこともある,あるかもしれませんけどね、うん、まあまあそれはそれでいいじゃないですか。 ね、そ,れそれも何かの予防にもなるやろうしね、うん、まあそんな感じで、えーね、あのこれからもですね、えーまあ、挨拶がてらというか、ね、こういうてうの、うん、コミュニケーションというかね、うん、いや本当にこう届きたい方に、えー、届く日まであの僕は続けたいなと思いますし、えー、ブログを始めた時もそうでしたよ。 あのブログ SNS はあのそのリアルタイムでそのままパンでこうこう何ですかクイックリーなっていうかねレスポンスが早いじゃないですかブログはですね1年後に出会う方に向けてえ手紙を書くような感じかなうん僕はそういう感じでブログに向き合ってますねまあもちろん今日のことっていうのを伝えますけども1年後に出会う 2年後に出会うんううそういう気持ちをですねえなんていうのう込めながら続けてますしうんまあこれからももちろんそうですしこの配信もそうですねうん1年後うん5年後10年後ね10年後のなんて言うの自分にがねこの 今日の,この100回目の動画を見た時も「おおこんなことやっとったね」って感じで,、えーね、なんでこう成長してっていうかあのパッとねあの見えるように60歳の63歳の自分がこのね僕のおやってるみたいにやっぱこう常に、えー、こういうふうにね何かをしてる時っていうのはあ愚直に、えー、ひたむきに。 僕はやっぱりひと向きな人を応援するっていう気持ちがやっぱあるんで音楽とか夢に向かってなんか頑張ってる人そういう方に向けてなんかこう自分も何かを夢に向けて常に向かうような生き方をしないとなというのもあってボビー・アドレザー,ーをね初めてなんですけどね。 そういう思いがなかったら単にね革細工を作ってるだけっていうふうになったらあ特に僕もお続いてなかったと思いますボビア・トレーダー自体がね、うん、やっぱりあのなんていうのなそういう思いになりたかったし10代の自分にで当時約束したこととお果たしたいなっていうのもあるし、うん、なんかそんなあちょっと頑固なとこもおあるのかもしれませんけどね。 えー、まあ無事ね、えー、今日100回を迎えてですね明日から101まあけたになりますけどね、うんえー、まあそういう熱い気持ちをですね、えー、持てるバロメーターにもなるような気もしますし、えー、これをご覧になっている方ですね何、ね、か,かのネットの検索かなんかして。 ブログにたどり着いて僕のね撮ってきた写真とか作品のにたどり着いてねたまたま偶然で出くわしたというかなった時方がですね「あこんな人が作ってるんや」と思ってねああの怖い人じゃないやなっていう感じで <laughs> ねなんかあのほら作品で見たらこのこうなんかスカルを使ったりとかいろいろねやっぱこうなんか独特のこうなんかこう。 ね、作品のあれがあるんで。いかついイメージとかあると思うんですね。まあ、そういうふうな面も。だから、心の中にいろんなものが内在していると思うんです。うん、やっぱりこう。いろんな面が多面体じゃないですか。人ってね。うん、その中のロックな部分を、ギューッとこう。抽出してっていうか、あなんかこう、ね。出すわけじゃないですか。うん、そういう作っているこの。 肉体の本体はこんな感じの <laughs> ね、えー、つか作ってますね。まあそんな感じで、えー、まあ、えー、うまくはね伝わったでしょうかね。うん、まああの、ね、今後こうフェイスブックライブになれるか、まあいろいろ考えているんですよね。まああのユーチューブライブ配信っていうのも考えましたし、まあこれからもまあ,あそれは候補に入ってますけどね。 うんどうしようかな?」にもありますし YouTube でこれを配信してあとで Facebook にシェアするというか逆もできるかなと思っておりますしあとはそうやなあの YouTube どっちかかなインスタライブっていうのもできるんですよねただまあインスタライブがあんまりこの。 調べてないんでいろいろだけどねあの試していくとこともね大切やるなと思うしうんまあそんな機会得意じゃないけどねあの得意じゃないなりにえ操作を覚えたりとかねしたいなと思うしやっぱり内容が大事やと思うんであのこういう姿勢というかこの前のめりな。 こう思いに一緒に熱くなれる方とね出会うためにこれを僕は続けてますんでね。うん。あ、み口さん、今日はライブで見てます。ありがとうございます。えー、今日で、ね、100回100日続きました。もうね、あのみずさんいつもね、あのね僕の使ってくれて本当にね、あのありがとうございます。今年特に今年ねなんかあ、今年あの。 いろんなことある中でね僕の作品をねあのそれもあのパンチの効いた <laughs> ねうん僕も作らせてもらいながらあこれはええなと思いながらうん熱くなれるような時間でしたようん作らせてもらいながらやっぱりねなんかこうねチャットみたいなノリっからあっ水徳さんありがとう。 継続は力なりですねあ、<laughs> これが力になれるようにねうん、振り返った時に多分わかると思いますこれがあ何年後ねこれ365日続いた時に、えー、どうなるんでしょうねあ、町屋さんありがとうございます10年後も今のようにかっこいいボビーさんがあ、F、えー、Facebook ライブじゃないかもしれないけど何かしら発信していそうです <laughs> ありがとうございますね、やっぱりね僕の周りのね官力、えー、の方ね 皆さんエネルギッシュですね。本当にうんかっこいいし、うんもう本当にね、あの憧れる方ばっかりです。ね、まあ、Facebook、去年はまあ、Facebook をね、感じでね、こうやって、えー、ね、コメントも、ね、こう、不特定多数じゃない方から、ね、こう、なんていうの、コメントいただけるんで、まあ、安心感ありますよね、僕としても。あのー。 ガラスのハートですから <laughs>。ね、あの、いや、ものづくりとかね、こう、何か、こう、表現する人ってね。いろんな方いますけど。あの、昔ね。あの、香川亮さんってね、あの、もう亡くなられた、あの。フォークの神様ですよ。お香川さんがね。 ちらっっとなんか言ってたんかたですけどね昔僕は香川亮さんと大阪で出会ってですね初めてあのプロのミュージシャンという方とですね<ー>、えー、そ僕は長渕剛さんの,あの「おいらの旅はハイウェイ」という本を,をなんかこうてあのなんていうのそれを教科書のようにして、えー、当時10代の頃読んでたんですよその中に香川亮さんの名前があったんであこの香川亮さんかと思って亮 <laughs> さんがね、あのーえー、なんかこう言ってましたよ。 ね、あのこうなんていうの気持ちがね、えー、なんかこう大きかったら大きかったり強い人やったらね「そんな歌なんか歌ってないわ」っていろいろねあるからこう歌にしてそれを伝えてるんやろうなそれを聞いたときに「ああ分かるような気がする」と思って僕もそうやんし臆病やし、えー、引っ込む割とこうこう見ても引っ込み思案やしうんなんかあそういうふうなね、えー、気の弱い打たれ弱い。 えー、だったんですね、あのー、どっちかやったらこうおなんか自分の気持ちをなかなか言葉に出せないっていうか、うん、文字文字しちゃったしあのこ、うんあのね、うちの兄貴とかは割とハキハキちっってからねし、えー、ハキハキしてましたけど僕はどっちかやったら、えー、後ろで、えー、ねえ影に隠れて印象の,おあ,のあれを消すような感じでひたすら絵を描いてましたね。 うん、でまあ,あの僕の祖母がですね、えー、いろいろ、まあ、おばあさんと僕よくいたんでね、えー、なんていうのなあな歌をね、えー、お寺行って、ね、ちょっとううう歌いに行ったりとかしてねそれでなんかいつも褒めてくれて、うん、いつも褒めてくれたから歌とか絵とかもああのも子供の頃にねいっぱい褒めてくれたからあそのままずっと50代まで来たような気がしますね。 うん、やっぱりね褒めてもらうっていうのはすすごいパワーになりますねね今,今思えば、ねうん、大人になったらなかなかそういうふうな聞かないし、うん、どちらかというと「そんな甘いわ」とかねなんかこう厳しめなそれは嫉妬激励ということで、えー、いいんやろうけど、うん、僕はですねあの褒めてもらえたから「あいいよ」って言ってくれたからもっとよくなるように頑張ろうっていうんで。うん なんか自分の中でやっぱりこう葛藤するじゃないですかモノをデザインする時でも第三者みたいな自分もおるしね「これじゃまだまだ甘いで」とかいうのが常にいるわけですよ「これじゃあかんよお前もうちょっと雑せなあかんよ」ってねまあそういう厳しめな自分も半分いてえそんなもんあってこうそういう気持ちが結構強いんやろね実績のねみたいな。ううやからこう人からら人こう あの認めてもらえた時にあのホッとするっていうか、うん、それの上,、ね、上乗せでもうちょっと頑張らなきゃって言われたりとかしちゃったらあのてうのもう心折れそうになるね普段からこう考えてるけど <laughs> ね、うん、それを言うかいう感じでね。うん、ねえー、そんな感じで、ねえー、今日はですね100回をお の配信をね、えー作りま、続きましたとということですね、えー、今後ともね、えー、こういう配信はあまあアトリエでねいる機会も多分しばらくもうしばらくね、えー、こういうご時世なんでね、えー、アトリエからの配信は非常に多いと思いますけどもね、うん、あのまたねあお時間ある時にアーカイブでも全然構いません。なんかあのこらあ お風呂上がりとかねちょうどアイドルタイムっていうかなそういう時にねパソコンつけてボーッとね見てもらえればなと思いますしね今お昼にこの時間ぐらいがちょうど僕もちょうどあの一区切りつくんで配信してますけどね本当はまあ夜の8時9時10時の間あたりぐらいにね配信するのもいいかなと時間帯もいろいろ考えましたけどねうんまあ基本的に生で配信できる時間っていうのが ここが一番何かこうまあ,あの仕事の手もですね一旦区切りもつくんで、えー、いいかなと思ってね、えーまあ、これはあの残すっていう感じで、えーね、こういう感じで、えー、続けていかせてもらってますけどね、うん、まあ今日もおそんな感じですね。えー、大阪もおすごくああ 秋晴れじゃない冬晴れよ小春日和いうかなあったかいですけどねいい天気でね、えー、いい感じなんでねえー、安心安全ポジティブにですねえー、最高の一日をお過ごしくださいそれじゃあまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ